はいどうも皆さんこんにちは。さあ今回はね、中上級の演習総合カリキュラムの合格へのスケジューリング術というのをお話ししていこうかと思っております。担当はガルタアカデミー専任講師の豊村啓太です。よろしくお願いします。さあ今回ね、中上級の演習総合カリキュラムを受講されている方に向けてですね、まあどういうふうなカリキュラム、まあ進捗だよね、どんな感じで進捗させていけば合理的なんだよと、合格に近づいていくんだよっていうのをお話をしていこうかなというふうに思っております。まあこれただあくまで多くの合格者がやってたやり方とか僕の案とかをまあミックスしたものなので、まあ各自で皆さんね、いや自分はもうそのあんたの言うやり方じゃなくて自分のやり方があるし、自分のそのスケジューリングがあるからそっちの方がいいんだっていう人は全然それで構わないんでね、それでいいんだけども、まあ一つのその提示というかね、こんな感じでやってみたらいかがですかっていうのを今日は提案していきたいかなというふうに思っております。まあ参考になる点があればね、ぜひ見ていただければと思います。はい、まあ、スケジューリング術ということなんですが、最初のガイダンスでもね、お話ししたと思うんだけれども、やっぱりその、行政書士試験だけじゃなくて、まあ、何事もその資格試験とかっていうのはさ、知識を入れるだけじゃやっぱりダメで、実際に問題が解けなきゃダメですよね。うん。ですから、まあ、最初のガイダンスでも言ったと思うんだけど、やっぱりインプット、講義を聞くインプットっていう作業と、それから問題を解くアウトプットっていうのが、やっぱり両輪なんですよ。うん、だから、まあ、まさにこの演習総合カリキュラムってそういう風になってますよね。講義を聞いてもらって、その該当範囲の多資格問題を解いてもらう、15問かな、解いてもらうっていう形で全問解説してるよって形だよね。だもうシンプルなんですよ。だ難しいこと全然やってないんですよ。インプット、アウトプットシンプルにやっていきましょうってだけなんですけども、その時に、テキストと条文ですよね。条文、インプットはね。講義も聞くけどね。プラス、多資格セレクトの問題集ということですよね。で、これをまあ、しっかりフィードバックさせていくんだよってことはもう皆さん、もちろん中上級だから大丈夫だと思うんですけれども。さあ、スケジューリングね、ちょっと見ていきましょう。じゃあ、これに書いていこうかな。ブルーでいいかな。ブルーでいきましょう。じゃあ、まあ、ライン引きます。これ、タイムラインがあったとしましょうか。タイムラインがあったときに、そうですね、中上級の方っていうのは、スタートの時期が2つあって、1つはね、本試験直後なんだよね。2000、だから18年の11月か。まあ、年内っていうイメージでも構いません。いや、自分は12月だっていう人も、まあ、年内みたいなイメージで思ってください。それからもう1つは、発表後の、この辺にしとこうか。2019年の、まあ、だから2月か。そうだね。2月っていう時期だよね。こればっかりはね、もうやっぱり、スタートの時期は違うっていうのはね、人によって違うので、それは仕方がないかなと思いますね。OK ですよね。で、皆さんも中上級だからお分かりだと思いますけれども、もちろん本試験というのは2019年の11月だよね。こうですよね。はい、ということになります。でね、まあ、2018年の11月、つまり本試験の直後からリスタートを切ったんだよって言われる方は、ね、その方々っていうのは、発表までに2大科目を終わらせておくといいかなというふうに思うんですね。2大科目を終わらせるというイメージです。その2大科目っていうのはもう言うまでもないと思いますけれども、民法と行政法。まあ行政法と民法だね。アガルートの場合は民法から届くかと思いますけれども、まあこの2大科目だと。これの1回転目っていうのを、まあ2月、まあどっちかの科目だけでもいいですよ。どっちかの科目だけでもいいです。行政法ないし民法っていう形でもいいです。まあだから終わってしとこうか。どちらかの科目でも構わないので、まあ1科目はちょっと仕上げておこうかという感じでやってもらえばいいかなというふうに思います。憲法まで手が回る人っていうのは2月までにね、そこまではさすがにいないと思うので、民法か行政法かどっちかでいいので仕上げましょうと。まあ両方やれたらそれ一番いいけど、なかなかそれ、ボリュームもあるからね、両方やれるってのはなかなか難しいと思うんですよ。ただもう一個言っておきたいのはね、アガルート、一般知識を2つに分けて、個人情報保護法と文章理解を先取りして送りますよね。ですよね。だからそれをまずやっておきましょうということになります。OK かな。はい。じゃあ、2月からスタートする人っていうのは、その11月からスタートしてる人よりは少しはまあ遅れて始めるってことになるんだけれども、11月から始めてようが、2月から始めてようが、一つの目標として置いといてもらいたいのは、2019年の、まあそうね、ゴールデンウィーク、5月ぐらいから、まあ6月でもいいです。っていうのを一つの目処として、行政法、民法でしょ？行政法でしょ？民法でしょ？ここね。行政法、
民法、可能だったら憲法。うん、商法会社法はこの時期にちょっと手を広げるっていうのは難しいと思うので、この部分ね。それから一般知識の1と。知識の前半と後半ね。後半っていうのは政治経済社会の部分なんだけれども、この辺りなんだけれどもね。でこの部分というのを一つ、このここの締め切り、5月でも6月でももちろんペースによって違うと思うんですけれども、この辺りというのを一つまず仕上げていただきたいというのが第1期ということになります。11月からスタートしている人は行政法かもしくは民法というのを11月からスタートしているので、11月からスタートした人はまあその6月ぐらいまでかけてこの全体、今赤で丸で囲んだところっていうのが終わればいいということです。2月からスタートした人は少しペース早いかもしれないけれども、まあ行政法、そうね、まあこれはやってほしいよね、とかこれもやってほしいよね。でまあ憲法は全部終わってなくても全然いいです。ちょっと途中だなと、まだ3分の1ぐらいだなでも構いません。で一般知識の方もまずこっちの方は終わらせましょうか。個人情報保護法とか情報通信とか文書理解の方は終わらせましょうか。でまあ丸2の政治経済社会はまあそのダラダラって言うとちょっと言葉悪いかもしれないけど、まあここから言うこういう感じでやっていっても全然これは OK です。これ全然 OK です。うん、これ OK だよね。でその段階で何をしといてほしいかっていうと、もうこれは常々ガイダンスなんかでも言ってますけれども、インプット、テキストですよね、テキスト、それから条文、それから問題集。まあ皆さんの場合は中上級だから過去問っていうのはね、すでにやってる人が多いと思うんだけど、これは過去問も含めてね。多視覚セレクト問題集、多視セレですよね。テキスト条文問題集の、これはまあ情報集約。例えば問題集の何番の問題っていうのはテキストに載ってなかったけど、こういうことなんだよっていうのはね、もう一言でいいんですよ。例えばテキストのなんかこのページの該当箇所にね、例えば185番の足のうとかさ、書いとけばさ、リンク貼れるでしょ。それだけでいいんですよ。そんないちいち全部メモする必要なんかないんだよ。それでいいんですよ。情報を集約すると。これもちろん直前期に向けてやってるんですよ。もちろんね。これはね。これなんでこんなことやってるかって直前期に向けてです。をやっていくと。これが第1期ということで考えてください。で、次に2回転目ですよね。2回転目。で、締め切りとしては今度は2019年のまあ8月末ですよね。これもまあ毎年実は同じこと言ってるんですけど、8月末と。これが2つ目の締め切りということになります。これはもう皆さん受験経験者だからお分かりだと思いますけど、この時期願書ですよね。願書ってことになるわけです。うん。でここで何をやっていくかっていうと、これは2期ってことになるんだけど、同じように行政法、わからない問題とかわからない箇所中心でいいんですよ、もちろん。で、民法、より精度を上げるってことです。で、ここでは憲法をやっぱりがっちり鍛える必要があるよね。で、余力がある人はさらに、まあこれ括弧しとくけど、商法、会社法ね。まあよく出るところ中心でいいですよ。会社法だったら設立とか機関とかね、よく出るところ中心でいいから、まあ余力がある人は商法もと。そしてこの段階になってはやっぱり一般知識も、これ丸一のみならず丸二っていうところまで、この辺はもう手を広げていくってことになりますね。ですね。で、これがまあ言ってみれば二期目ということになります。二期目です。そして願書を出した後ですよね。この願書っていうのが、ここで願書っていうのが出てくるわけですから、この後はもちろん第三期、直前期ですよと。ってことになるわけ。ですよね。で、ここでもちろん今までやってきたことで、まだ覚えきれてないところとかっていうのを徹底して暗記していく。徹底してやり込んでいくっていう作業なんですよね。で、初年度の例えば入門のレベルの人っていうのは、まあこの時期ぐらいで、もしやってみようかなと。ね、実際3時間でどうなのかなっていうのが出てくる話なのかなって思うんだけれども、皆さんの場合は実力者なので、結構合格者の人がよくやってるのは、模試がね、このぐらいから模試入ってる人って多いんだよね。このぐらいからこう後に模試をやってるっていう人って結構多いんですよ。あ、このぐらいってのは大丈夫ですかね。このぐらいというのは6月とか7月ぐらいです。
6月7月ちょうど1期はもう終わって、まあ2期に入ってきて知識がだんだん定着してきているぞっていう時期ぐらいから模試に入る。でこれは別にあの各スクールの模擬試験でもいいんだけれども、別にあの本屋さんで売ってるあの市販の問題、市販の模擬試験あるじゃないですか。全然それでもいいですよ。とにかく腕慣らしを始めていくと、月に1でも月に2でもいいから始めていくと。それから大体こう7月ぐらいから各スクールの模試って結構本格的に始まりますよね。このぐらいからね、あ、すいません、始まりますよね。ですからこの7月ぐらいの時期からさらに模試っていうのを加速していく、まあ週に1回あるいは2週間に1回のペースでやっていくっていう感じでいいかなと思います。あの入門の人とやっぱり決定的に違うのは、皆さん実力がある程度あるわけだから、その底上げみたいなことを徹底してやっていけばいいんですよ。ですからまあ1期2期3期1つ分けましたけれども、これは1つの目安で、もっと前倒しできる人は前倒ししてもいいし、ちょっと後ろにね、お仕事の関係で行く人っていうのは別にそれでも構わないわけです。ただあのやっぱりね、実践感覚の模擬試験っていうのはちょっと早い段階で、皆さんほら実力あるから全然大丈夫だからさ、ね、あの5月6月ちょっとこれ早いかなって言ったら7月からでもいいから、ちょっと模試を受け始めるんだよということも意識するといいかなというふうに思います。 OK ですよね。はい。でこの直前期は何やるかもう分かりますよね。皆さん受験経験者で実力者だから分かるよね。この1期とか2期とかでやってきたことで分からないところっていうのがもう浮かび上がってるわけですよ。浮かび上がってますよね。ですよね。もうひたすら何度もそこを繰り返して覚え込んでいくっていう作業ですね。うん。あのこの余白のところにさ、ひたすら暗記って何度も何度も何度もって書いてもいいけど、なんか文字にするとな、皆さんうんざりするかもしれないからあえて書きません。ここでな、ここでこのところで何をやるかっていうのはもう皆さんが一番分かってるはずですね。この1期2期で仕上げてきて、模試なんかもちょいちょい受けながらで弱点が分かってるわけですよね。あぶり出されてきてるわけ。そこを徹底して徹底して何度も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 繰り返して、もういいか覚えたかっていうぐらいのところまで抑え込んでいくっていう時期がこの直前期ですよね。いいですよね。はい。で、あの記述に関してなんですけれども、記述はね、あの皆さん実力者で中上級レベルなんで、あの例えば過去問レベルのところであれば11月とか2月から全然始めちゃってもいいのかなと思います。うん、全然いいですよ皆さんの場合はね。ただまあ一般論として、例えばアガルートの講座なんかもその記述関係が出てくるのが大体まあ5月6月ぐらいだと思うので、まあこのぐらいからでいいんじゃないかなと。このぐらいから本格的な対策を始めていけばいい。まずは卓一の知識を万全にすることが大事ですからね。だからまあ5月6月、まあ6月ぐらいかな、6月ぐらいから記述もしっかりとやり込んでいくというふうに考えればいいかなと思います。あのアガルトのね、記述対策の記述80かな、記述80っていうのは去年の記述60もそうだったんだけど、あの80個ユニットがあります。あの全部ぶつ切りで収録してます。だから1問ずつ解説してるから、あの時間が空いた時に聞けばいいですよ。だからもうその、あ、今日はもう疲れたからもう2問でいいやっていうんだったら、もう全然 2ユニット分だけ聞けばいいんですよ。2ユニット分だけ聞けばいい。なんかそのまとめて10問1つのユニットに入ってますとか、そういうんじゃないからね。まああの80個あるわけよ。80個あるんで、あの気に入った時間に、隙間時間に聞いてもらうので構いませんからね。記述はそんな感じでやってもらえればと思います。はい。というわけで、まあ、そうね、一つのスケジューリングのまあ例として挙げさせてもらいましたけれども、もちろん最初に言ったように、皆さんはもう実力者、中上級者だから、あのしっかりとね、あの自分のスケジューリングでやれる人はそれでいいけれども、一つまあどうやってやっていこうかなと思った人は一つの目安にしていただければいいかなというふうに思っております。はい。というわけで、演習総合カリキュラムに関しての合格へのスケジューリング術に関してはこのぐらいにしましょう。担当はアガルトアカデミー1200越しの豊村啓太でした。どうもお疲れ様でした。